おはよう。1時間も寝坊してもった。5時に予約入れて眠かったから5時半に変更して、で5時半も無視して、今何時ですか？寝てた、普通に寝てた。オールしてない。4時ぐらいに寝た。4時に寝て、だから1時間ぐらい寝て、え、もう6時40分見て、目めっちゃ赤い。5時からやると思ったのに。え、ちょっとアイコンがパンダのままなんだけど、さっき寝た。マジ寝起き3分。眠い、普通に眠い。おい、朝ごはん作んの？いいな。何作んの？寝不足じゃないよ。おはよう。おはよう、おはよう。おはよう。おはよう。おはぴよ。おはようございます。おはようございます。ハロー。眠い。あれなぁ、メール送らんと寝てもらいそう。おはようございます。え、ダンスの練習はやったけど、まだやばい。まだまだ危機は回避できてません。チャーシュー作ってんのすごくない？いいよ、そんな日があったって。仕事頑張ってね。頑張って。おはよう。おはようございます。おはようございます。なんか結構入ってくれるんやな、朝配信。分からんけど結構入ってきてくれてますね。いいな。え、朝食水戸なの？めっちゃいいじゃん。コーラでつけんの？やば、本格的。モデルじゃん、やば。オーディションの時の顔みたい。え、マジで？うずやん。朝弱ってそうだから、めっちゃ眠いもん。めっちゃ眠い。みんな偉い、こんなに朝早く起きて仕事行って学校行って。まあ、みんなが仕事行って学校行って抜けていったら終わるか。ココハさんのハッピーバーしました。ハッピーバーしたよ。声マジ寝起きよな。
子犬ウケん。マジで。おはよう。あ、お外にまでインフルやったんや。レナもね、ちょっと体調崩しててん。LINE な2着って言っとったやろ。ほんまはな、1着やったらレナが1番やったらしい。通知はココミンが先に来たけど LINE 開いたらレナやったらしい。だから皆さん訂正してください。はあ、皆さん訂正してもらってって感じですかね。訂正してもらって、はい、おはようございます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 、おはよう。オレンジ、オレンジありがとう。おい、制服で目申し込んだ。当たりましたよ。ね。コンタクトつけてなくてさ、目全く見えへんからさ、マジずっとこの距離で申し訳ない。マジ見えへんねん。ここら辺まで行ったらもう見えへん。かわいい。Thank you。おはようございました。おはようございました。おはようございました。ハピオ、マジさ、マジ焦って時計見たら6時半過ぎとってさ、さっき携帯見たら、え、レナって5時半に配信予約入れたような、どういうことってなりましたね。無理、治安悪すぎて無理。朝寝るなおはよう、おはよう。なんか朝やからか分からんけど、なんか知らん人もいっぱいいて嬉しいですね。知らん人とか言って2度寝かも。え、3度寝やっけ、分からん。これ寝たやろ。でもなんかいつものレナメンバーがいてくれていい感じですね。いい朝を迎えられました。いい朝ですね。はい、思ってるんかよって感じの声のトーンやけど思ってねえだろうって感じの声のトーンですけど、ひわいのことだよ。おはれな、やったね。メール以外で、あ、ミッション、ミッションですか。ちょっといつもなんかレナの配信に追ってくれとう人もおるなって思ったけど、ミッションか。あれは、俺のことだよ。みんな、気持ちよ、気持ちはいつだって持ち物だよっていう意味わからんことを言ってみましたけどっていう意味わからないこと言ってみましたっていうね。はい、おはようございます。関西やったらさ、おはようっていう、こんな可愛い感じじゃない、おはようっていう感じやから。そうな、2500人超えたらしい。やったねー、イエーイちゃん。今日もかわいい、明日もかわいい、限りの天使やった。フリー覚えてないです、まだ全然覚えてないです。おはようございます、全然覚えてないです、大変です、大変だけど頑張ります。大変なんですよね、今週ね。まあでもなんとかなるでしょうっていう持ち物やる気なのでね、頑張りますね。前髪が雨に入って一回いた。おはようございます。やっぱ朝やからか分からんけど、
初訪問の人とか、もう目にさ髪の毛かかんねんけど、痛いって普通に。髪の毛と切りと これかな、この人が悪いんかな、ちょっと邪魔ですけど。代わりにね、振り覚えたマジで。おはよう、必ずでね、マジで。え、見てくれとった、マジありがとう。今日の前髪、今ちょっと寝起きやしな。な、ちょっと前髪切るわ、マジで。もう、やだ。嫌になる。ついこの間切ったのに。切っちゃいます。もう。毎回初問問の気持ちで。ルーム入ってる、マジで。おはー。賞金さんやけど、おはー。おはようって感じでね。いた、風でさ前髪が動くからさめっちゃ目入る。無理、普通に。なんかあれやな、なんとかならなさそうな振りでした。なんとかならなさそうです。どちらかといえばやばいって感じ。まあ頑張るかって感じ。試験です、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう試験さん、嬉しい。でも頑張ってくださいってことは、ちょっとあんまりレナのこと気にならんかったっていう感じかな。また来てね。運転中、いいね、頑張ってるね、偉いね。キルナ大好き、初見さんが言ってます。ゲーナギョも可愛いよ。初見さんだけちょっと声高くなるの面白い。内緒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 。画面が見えなさすぎる事件が起きています。2度目の訪問の人がめっちゃ多い気がする。まあみんなあんまりね興味ないと思うんですけど、入ってきてもらってミッションしてもらって。ミッションしてもらって。アフレナ、アフロレナです。今おはよう。頑張れは気にならない。あ、違う、みんな気にしてないんかなと思って。レナのことわかんない、どういうことだろう。たまにはアフレナやっとくか。アバターポンド残った、全員あるもん、あれって初期から分からんけど。え、なんかレナはなかった気がした。あったんかな。なんか半分はいつもの知ってるアバターもたくさんいるし、もう半分は知らんアバターもたくさんいます。って感じでした。どういう感じやねん。ちょ、前髪やばい、痛い。なんか右だけ長いよな。痛っ、めっちゃ目入る。ここら辺で置いとけばいいんか。こう押さえとくからさ、前髪に入るねんな多分。まあいい、何でもいいや。
お目覚めは見てるけどあんまりコメントはしてそうなん、ありがとう。以上、いつもさ見てくれとうけどあんまりコメントはせえへんってこと、今日はされないかな、コメントしてくれたってことかな。めっちゃ嬉しいやん、やったー。90日朝に90日を迎えてしまった。10日500日やん、やば、無理、普通にすごっ。この間まで5日とかやった、ガチこれほんま忘れな新鮮、ほんまに。確かに忘れなはマジでさせんもんな、マジせえへんねん朝は。85日もあったよ、あった。分からん前にオールしたぶりやな、うん、オールした時ぶり。今日はでも1回寝たから。おはようございます、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 おはようございます。いやー、100日の頃にハッピーになっていてほしいよな。それの何々と話してる気分、何やろ、誰。いやマジ私ギリギリで生きてますので、はい、なんでこんなギリギリで生きてられるんだろうって思いますね、自分でも。はい、いくらいギリギリで生きてますけど持ち物は気持ちなのでなんとかなってますおはよう、なんとかなってます、はい、なんとかなってます、なんとかやらないとダメですねって思ってます。このリップマジおすすめ、全員買って。ギリギリ人生です。まあまあまあ余裕ですよ、ギリギリの人生も楽しいですよ、はい。もうね、焦るしかない人生も楽しいですよね楽しいですよね。おはよう、通知で起きてよ、遅刻遅い、ハナハナの時は起きたのにおかしい。使いかけなら買ってくれる。いやマジこのリップはほんまに唇トゥルトゥルなる、これね、はい、マジで絶対買ってみてね。いやもうね、男の子とか女の子とか関係なく、もうこれを買ってみんなでかきれなになりましょうっていうね話なんですよ、そういう以前に何言ってんだこいつって思われそう。愛負けた、愛負けたよおじさんの唇トゥルトゥルでいいよ別に。うわ、おじさんの唇トゥルトゥルで素敵ってなるやんなるから素敵って。でもあんまりな、色ついてないやろ、でも思ったよりピンク似合うよ、絶対絶対似合うよ。え、レナもな、リップなめっちゃ苦手やったんやけど、なんかこの人はいけた。それなもな、どんだけな唇乾燥しとってもリップ塗るの嫌やって。リップは常に使ってるからトゥルトゥルな、素敵やん、トゥルトゥル素敵やん。おはよう、
目が開かないからコメントできひん。寝る？寝ていいよ。もう一回、もう一回寝ていいよ。寝待ちか。え、ね、すぐなくなるこのリップ。唐揚げ食べてトゥルトゥルにする？でもさ、唐揚げ食べてトゥルトゥルにしてもお風呂入ったら取れてまうやん。そういう時にこれを使う。な、公園中にリップ塗る？サイネーム下げて、下げてまで塗るんや。もうトゥルトゥルやん、それめっちゃめっちゃいいやん。7時に起きなきゃだからあと1分。うわ、じゃあレナのおかげで少しだけ早く起きて、じゃあちょっと眠いってことか。そろそろ準備するから抜きます。学校が何すか分かんないけど頑張ってね。ありがとう、頑張ってね。グータッチしよう。頑張れ、頑張ってね。お仕事みんなさ、やっぱり7時に起きるとか7時ぐらいなんかな。ご飯食べてお風呂に行かなきゃ。頑張れ。よし、じゃあみんなさ行っちゃうか。きっとみんな行っちゃうか。今何時やろ、みんな今何時。今日は学校じゃなくてダンスですね。はいはい、今日は学校じゃないんですよ。7時1分、あーマジか、7時か。5時起き、早ー、すごいな。あやちゃんも頑張る。今日10時で行け、初めて目覚ましかけて。え、そうなの、レナの配信。嘘、やだ、レナ推しじゃないのに。もうレナ推しじゃん。レナ推しじゃん、もう。おはよう。嬉しいね、でも起きてくれたの。今日は朝練のなんですよ。お休みするのが理解2回。じゃあ仕事行ってくるね。ダンス頑張る。頑張ってね。頑張れ、パワー、うろパワー送りました。そう、すぐ寝直しにする。5時に入ってたから5時に起きた。あー、ごめん、ほんまにほんまにごめん。もう俺のさ、配信予約さ5時に入れてさ、でもう眠いからもう消して5時半にして、で6時半にスタートっていう。6時40分ぐらい、やばない、ほんまに。支度するね、いってらっしゃい、頑張れ、頑張ってね。夜配信あるかな、あると思う多分。え、腕の中見えてないよ、見えてないじゃん、どう見ても空洞、ほら。予約したの4時ぐらいかな、4時ぐらい。そう、やっぱ消したの、ごめんねみんな。先週は配信予約5時にやってバレたか。え、見えた？わかんない、ちょっとグレーゾーンでしたね。危ない危ない。眠いよ、眠いよ。それの中、おはよう。ハメでコメントしてるから、人生が綺麗なんだな。ねえ、眠いよね、でも眠いよね。グレー色の肌なの。
何時までしよう。遅刻しちゃダメだよ。じゃあみんなが遅刻しないレノナのことを見ときたいから遅刻しないようにする。見ときたくて遅刻しよっかなって思ってる人が いそうだから、みんな何時にさお仕事行くんですか。おはようございます。みんな何時に行くんですか。お仕事に行くんですか。みんなさ、まあ見ときたいと思うけど俺らのことを。もうついてる早おすみする人に遅刻って言われる。おやすみ。確かに、でも遅刻しちゃダメだよ。ちゃんと起きて、まだベッドで見てんじゃないの。ちゃんと起きて、ほら早く起きる。早く起きる。一日空いてんだ。夜勤か、お疲れだね。10分になったら朝ごはん食べんの。いいね、いいよ、ちゃんと偉い、準備して。もう会社についてる人結構いるね。おはよう、れなちゃん、おはよう。お仕事行ってらっしゃい。だよね、お布団出て、布団出て。寒いけど、寒いけど出て。眠いんだね、こんな感じです。眠いんだね。みんな半目で見とらしい。ね、天気悪い時に外出たくないよな。家でゴロゴロしときたいよな。今日は暖かいんや。寒くないけど、寒くないけど、雨やけど出て、布団から着替えて。そんなに寒くないって言われた。暖かいらしい今日。でも昨日学校行った時に寒かった気がした。そんなに寒くないけど、わからん。兵庫の方が寒いかな、ちょっとわかんないんですけど。7時半かな、終わるなら。7時20分、20分か半かも、迷ってる。かきさんおはよう、おはよう。行っちゃうの。またね、にゃーにゃー。今日あったかいらしい。朝ちょい寒かったか、確かに朝はちょっと寒かった。いいな、ドーナツ。おはよう。ドーナツいいな、いいな。朝からドーナツとか最高やん。いいな。眠いから起こしてにゃん。起きろー、ガン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 。え、違うねん、聞いてほしい。ココハの LINE さ、あれやねん、ココハから LINE 来たねんけど、あの後に、配信の後に、あの通知で見た時はココミが一番やったけど、LINE 開いたらレナが一番やったらしい。やばない、はい来たーと思って。皆さん訂正してください。だから、霧すごいんや。 100m 先、 100m 先は普通もちょっとあれじゃない。8時からいろいろ準備する。あ、ここの配信見てたから。そうやね、おめでとうやろ。そうなんですよね、私。そうなんですよ。そうなんですよね。頑張ってね、ありがとう。ありがとう。呼ばない。笑顔かわいい。今の限りな、眠気誘う。え、嘘。マジ。本当なの。消す？いいよ、消しても。遠慮なく消してね。何かマークがついてても。
いいな、ドーナツ、ふわふわドーナツとかめっちゃいいやん。限りな可愛いから起きてくれる？よかったよかった、おはようございます。ハートハート、桜ハートハートみたいな感じだね。目が開かないから水のないプリキッド寝るじゃん。あれなのかあれなのってことね、やだ、聞かないで。でも起きなきゃダメだから聞いていいよね、やだね本当にこんなことに使われるとは当時は思ってもいなかったことです。よく怒られんの？いいよ別に消してもなんでレナがちょっと主導権持っとるの？いいよ消してとか言って、レナパート聞くの起きれる？そしたら起きれるかな。ちゃんと出た？お布団から。おはよう。あ、明日ブログなのか。ちょっと早いけど、まあ今日にでも書いとこうかな。今日にでも書いとくことにしよう。ブログだから。朝のメール送っとくね。配信終わったら。ちょっと短めかもしれんけど。ハートたくさんありがとうございます。ハート。ハートハート。いいよ消して、もうついてみたからそうだよってことだよなんで怖くないでしょ別にアーカイブでまだ見てないのか。え、楽しみにしないでお布団出て、はい、頑張って頑張って頑張っていいの。え、なんでみんなさ、ドーナツとかフレンチトーストとかさ、レナがさ好きなさ甘い甘い朝ごはんのようなものを食べれるんだ。みんななんで食べてんの？レナにも欲しい。レナにもくれレナにもくれ、レナにもくれよ。みんないいな、優雅な朝ごはん。レナはね、朝ごはん最近ね食べてないから、食べるとしたらなんだろうな、わかんない。え、ミスドの新作チョコのやつかな。え、違う、わかんない。なんかチョコのなんかキャラメルみたいな、チョコキャラメルみたいなドーナツみたいなあるよね。チョコ、チョコだっけ。それが新作かどうかわからんけど、ドーナツだもん。そう、白ご飯にしようなの。白ご飯はね好きだよ。うん、適当なご飯にマグロと握ったらめっちゃ最高じゃん。やば、朝ごはんちょっとだけ食べる。え、チョコのやつ、チョコのやつね食べた、一口一口かい一口食べたよ。普通だった普通だったね。そうなんだよ、学校ある時はね朝にねドーナツなんかね広げてる時間がなくて、そう休みだったらいいけどね。プロテインとピザマンいいな、レナちゃん。ピザマンレナちゃん。プロテインいいね。あ、マツパ行ってね。マツパ行ってらっしゃい。レナ見て思い出すの。行ってらっしゃい、忘れないで。あ、今食べないの、ドーナツ。ドーナツめっちゃ好きなんだけど。てか、水がなくなったら本当に生きていけない自信しかない。ついこの間も食べた。みんなの定時は何時なの？5時かな。普通は5時だよね、学校の先生とかも。5時、忘れないで、ちゃんと帰ってきなさいね。朝マックもいいね。そう、ドーナツ食べれんのよ、2時。おはようございます。みんな偉いよね、頑張ってて。
5時か、みんなの定時は5時なんだね。水の試合になんか、いや、そんななんか水戸めっちゃ大好きみたいな人になったけど、そんなさ1週間にめっちゃ行くほどは食べ行ってないけど。なんで教えてよ、別にいいじゃんいいじゃん、5時でしょどうせ、5時でしょ、5時だよね5時だよね、4時6時片揚げドーナツ、え、わかんない、何それ。おはよう、ミスド探偵がいる。一時期味が落ちたけど最近また美味しくなったんだ。え、そうなんだ。水なくなったら生きていけないけど、まあ、そんなこと言ったら週に何回行ってんのって話になるよね。確かに定時を聞くはずえ、5時じゃないの、5時じゃん、その言い方は絶対にメモメモねえ、残業あるよね絶対。ハニーディップをなんかちょっとだけ温めたら美味しいみたいなさ聞くけど、普通のハニーディップも温めたハニーディップも食べたことない。確かに定時メモってどうするんって話だよね。フレックス製、何そのかっこいいやつ、わかんないなんかあれ休まなきゃダメみたいな、これ以上働いちゃダメですよみたいな、残業しちゃダメみたいなやつだよね。アメリカダンキンドーナツ、え、何それ、ダンキンドーナツって何なの、そんな聞いたことないよ。偽商品じゃない、偽商品綺麗な社会人になったらね、気分で帰っちゃいそうだよね。これ自由な時間に仕事に行けるんだ、帰るんじゃなくて。そうなの、そんなめっちゃ最高じゃん、じゃいいじゃん、じゃいいじゃん。おはよう。へえ、そうなんだ、7時か10時。そうなの、最近はね、じゃあ定時してんの、結構おすすめの定時なんだね。イベント来れるでしょって言ってる未来が見える、まあ、そのために聞いたんだけど、給料日って農産業なんだ、へえ。ダンキンドーナツ、わかんない、水がない、水がない、あ、そういうこと、あ、イベント行くときはフレックスなんちゃらで、フレックス制度的なやつで帰りがちってこと？え、全然わかんない、何それ。あれなの場合、園児まだ残ってるのに先生帰っちゃうね、今日先生はちょっと用事があるからみんなより先にバイバイするねって帰ってこよう。いいね、その作戦朝から限りが見れて嬉しい、やっと。そんなん言われたらもうこっちも嬉しいよね。右側がやっぱり前髪が長いよね、なんで、本当にやだ、こういうの、こういうのやめてほしいと思います。ああ、まあだから結局は残業しないとダメなんだってことなんだね、偉いね。でもそのさ、制度が使えれる分だけ働いてるから、その制度をちゃんと堪能できるわけですよってことだよね。固まってないんだけどさ、なんかおかしいよね前髪、もういいよ別に、いいよとか言って、知らねえよって感じだけどはじめま、はじめまです、はじめま。あ、そうなの、公演終わってから来たんだね。あ、フレックス制度ないですとかいう会社があるんだ。え、そうなんだ、へえ、なんか大変だよね社会人、大変、マジか。
はじめまで止める人初めて見た。はじめま、前髪良くないよ絶対これは。まあ朝だから許してもらおう。ねえ、かきれ名前好きって残業ないな。そうだね、残業ではないかな残業ではないかもしれないけど、まあ、残ってね、レスディジュレンとかは、え、なんか止まってる、嘘じゃ、なんでだろう、充電じゃないの、あれ電波も大丈夫だし、え、なんでだろう、ごめんね止まっちゃったらしい。え、マジかスキーで残業っていうのがちょっと面白いね、なんかあれが、アンコール残業やばい。あ、公園で、公園のアンコール残業なの。止まってる、今今止まってる、今今大丈夫そう、トーク来て、気になるんだよね、気になってるの、ココハの一ファンが、あ、この人かってなるのが楽しみだから、来てね、会いに来てね、絶対来てね、絶対来てね、絶対来てね、他の講師なのに圧をかけるあ、お持ち帰り残業、それをお持ち帰る、お持ち帰りの残業なんだね、お待ちなさいね、やめて、俺のたちを残業で例えるの。おはようございます、止まったね、止まったよね、なんで、え、怖いんだけど、お化け、お化け現象、え、なんでやろ、普通になんで、え、嘘やん、また止まったん、どうしよう、止まってる今も、目閉じてキス顔で止まってたの「おはようございます」です、はじめまはじめま、はじめま、ねえ、おかしい人いるんだけど、初見マークついてるのにかきれな久しぶりに見てもかわいい、どういうことですか、この人嘘ついてます、初見さんには優しくしようって心がけてたけど嘘ついてます、嘘ついてますあ、かきれなトーク券まだ持ってないの、やばいじゃん、今すぐ持ちな、たまに混ざってる、あ、モザイクになってる、え、嘘、生き量つけないで、飛ばせないで、生き量、生き量飛ばせないで、未完全までね、来週会おうね、来てね、違うアカウントで来たんだ、本当に嘘じゃない嘘じゃない、初見だけど、やばい初見だったみたいになってない、違うアカウントなの、本当に嘘じゃない、嘘じゃないですか、信用ないね、嘘じゃないよとか初見マークで言われてもどのアカウントなんだろう元は。おはよう、てかみんなさ時間大丈夫なの、まあ、ちょっとコメントの流れは落ちたけど、みんな仕事に行ったんだな、頑張ってんだなと思って思ったけど、どうなんだろう、みんなどうなの、制服の目ね、当たらないらしいね、今日さ、なんか当たってる人はたくさん当たってるし、当たんない人はねとことん当たんないみたいなね、怖いですね。何何したい。え、何何初見なのに怖いとか言わないで。初見でしょ、レナのこと知らないじゃん、全然。平日ね。平日無理だよね。確かに。そっか。そっか、そうだよね。平日は確かにみんなさ、仕事だもんね。あ、
ドーナツもぐもぐしてコメントしてくれてんだ。止まってないかな。いいね、もぐもぐタイムで。もぐもぐいらないから。いらないよ、もぐもぐのコメントは。もぐもぐしてんの分かってるから。あ、みんなご飯タイムだ。みんなご飯タイムだ。いいな、フレンチソース。いいな、どんな味する。どんな味。おいしい、ね、いいな、いいな。いよいよ終わった。ご飯食べて、ご飯食べて。スクショ、スクショどこで撮ってんの。スクショタイムしてないからさ、スクショ撮るの難しそう。スクショタイムないルームの人は、キレイなと話したいけど。え、何話したいけど。何、自分の気持ちに正直になりな。なんでいつもレッスン場にいるの。え、かきれなレッスン場にいないよ、全然。マジで全然いない、レッスン場本当にいない。おはよう。何も動いじゃないよ、レナ。あ、アフレナです。アフレナ、昨日アフロレナになったの。あれめっちゃ気に入った。ちょっと変えないでおこうと思って、隙を見て撮ってんだ。すごいな、それ。うん、止まらなくなった。いい感じでした。はい、ありがとうございます。いい感じらしい。おはよう。おはようって定型文なんだ。朝限定のいいね。朝限定のやついいね。久々におはよう、みんなからおはようが来る。うわ、いいじゃん、蜂蜜多め。え、蜂蜜いいじゃん、蜂蜜。蜂蜜言い過ぎだろ、何回も。いいじゃん。あ、来た瞬間に気づくかな、アフレナなら。携帯でコメントしながらテレビで見てる。あ、テレビでレナを見てんの。本格的な朝だね。ヤッホー、なんかテレビって言われたらヤッホーってやりたくなるね。これでレナじゃなかったらウケる。普通に朝のニュース見てますとかだったら。あ、サラもアフロなんだ。え、そうなんだ。ノーネムさんアバターわかんない。え、なんかさ、ユーネさんのアバターを持ってた。昨日さ、なんかアバター変えれるよみたいなコメントで教えてもらって、で、よし、パンダのあのアバターを探そうと思って、で、ユーネさんのやつにしようかなと思ったけど、やめといた。え、名前ノーネームにしてるっていうか、なんかね、もともとノーネームなの。なんかアカウントを渡された時からだろうね。そのさっきからの小声ってやつは推しが頭をよぎってるんだろうなって思ってたよ、レナも。自分の気持ちに正直になるんだ。ドエレナにはならないの、ハナナ。え、どういうこと。どういうことなの。そう、ちょっとココハルームでね、あのアバターの買い方を学びました。だから変えたの。ココハにね、助けてもらってる。マジでアバターの買い方を教えてもらったし、ココハファンに。いつもレッスン終わった後の画面の配信の時に横から声聞こえるから。あ、でもね、公演終わりとかじゃないかな。ゆうねさんの配信見て、ゆうねさんにね、ハート送った。そうなの、配信見たの。そうそうそう、それはね、ゆうねさんにまた言おうと思ってたんだけど、言う機会を逃してしまって言えなかった。だからまた言おうと思って、ハートありがとうございますって感じだった。気づいてって思ったけど気づかなかった。おはようございます。おはようございます。どやりキャラ定番の花な。え、花花どやんの。よく花花どやるんだって。よく、なぜ2回言ったんだろう。花花はどやるらしいです。え、かきさんいるとすぐわかる。嘘、推し欲しいって思ってんの。あ、3年以上いないの。え、そうなの。そうなんだ。嘘、そうなんだ。マジか。
意志固そうだね。じゃあレナが推しになることはなさそうだもう推しだよね。でもそう気づかれなかったの。そうだよ、アキレナをね推しにすればいいの。てかまだ推しじゃなかったの。いや推しだよもうね、何初見初見初見何カギレナって何初見何カギレナ何しに来たのに、ね、ノーネーム気づきにくいよね。シャトー見たかった。あ、え、嘘、ほのほの歌ってる時さどうやるかな。あ、いいね、歯磨きの朝ごはん食べ終わりました。えらいね、7時半だってやば、どうしよう。キレナコメント癖あるからすぐ、え、うっそーないよ。普通にね思ったことをコメントしてる。え、まだ歌う時どうやんの。え、マジで、え、うそ、どうやってる、どうやってんの。なんか感想とかさ喋ってない。昨日はえびっくりマークにしてんルームでなんだか怒ってるって言ってる人がいたの。怒ってないよ、わかんないけど、何かわかんないけど怒ってないよ。七時半、おはよう。おはよう、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 おはよう。出直しになる可能性ゼロ。なんで笑ってんの？ゼロじゃないから。おかしいよね、それ。いや、てかゼロっていうか、なんでさ、気づかないの？そろそろ気づきな？本当に。そろそろ気づいた方がいいよ。え、コメントもろい？え、マジで？おはよう。なんだ、自分で言ってたの？え、嘘？どやんでん？どやんだ？そうなんだ。おはよう、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 おはよう。あ、でも待って、このさ、この時間帯になったら逆に来るかも。人来た。8時までなら付き合える。え、大丈夫なの？それ、大丈夫？ 8 時って。遅刻しちゃダメだよ。ちゃんとさ行ってね、お仕事。いやマジでなんでみんな気づいてないのって思うの。本当に本当にマジでね、なんでね、もうレナのことを知ってるってそろそろ気づけばいい話なのにみんなね気づいてないの。なんで気づかないんだろうね。本当レナの方はね鈍感な人がねたくさんいるんだよねきっと。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。カキレナ好きかもしれん。いや、知れんじゃないの。だからもうなんで気づかないの。そろそろ気づきなってね、試験さんいっぱい来た。カキレナが配信してて眠れなくなった。どうしてくれるどうしてくれる、やばいな。どうしよっか、どうしよっかね。何言ってんだか。ねえやめて、その絵文字。何なのこれ、やだ、何これ。やだね。あ、そういうことか。3月123のイベントで、3月123あの名刺のやつかな。レナちゃんおっしゃった、あった、自分で確かめようって思ってるってこと。あ、準備しながら見てる、えらいね、えらいえらい。配信してくれてありがとう、こちらこそ。そうなんや、スキーの方に聞こえるんや。我な、行ってきます、行ってらっしゃい。イエーイ、たち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 。え、どやりすぎ。あー、なんやリハでってこと。リハでなんかあの歌い方が強い強いみたいな言われてたけど、めっちゃうまいのにね、めっちゃうまいのに。あ、裏では認めてるけど本人には言いたくないんだ。え、何この初見さん、点だけ送ってきたんだけど。絶対ハロー界隈じゃん。ハロー、グッモーニー。待って、朝メール決まってるよ、何時までか。え、まだ大丈夫か。今何時だ、
かんないけど、7時半で終わるって言ってたし、終わるかそろそろ、わかんないけど、うん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 、2日ね、制服の目あるね、イベントもある3日、ハロー界隈あ、7時35分か、そうなの、今日で90日連続なの、おめでとう、ありがとう。え、どうする、みんな、みんながまあもうちょっとしてほしいって言うなら全然するんだけど、してほしいって言うなら、まあ、してあげてもいいけど、どうする、どうする、してあげてもいいけど、みんながもうちょっとしてって言うなら全然まあいいけど、どうする、みんなどうする、みんなどうする、電車移動中いいね、電車移動中アンコール来ました、アンコール来た、アンコール、残業じゃん、残業じゃん、アンコールだと残業だよ、みんな残業だよ、残業、あ、する、あ、お腹いっぱいの人もいるらしい、あと10分、え、なにいいね、乗り気で、じゃあまあ適当にあと10分15分ぐらい、してでもらってもいいですよお互い上からなところがおもろいよね、してあげてもいいもかなりね、めっちゃ上からだけど、もうしてもらっててもいいですよとかさ、しててもいいんじゃないとかさいや、なんでレナが残業だから、レナが残業だから、今レナが残業だから今レナが残業だから、みんな、レナがしたいんなら聞いててやる、まあいいよ、聞いてて やってやってあげるよ、別にいいよどっちも上からどっちも上からな、おもろいな、やされなでしょ、ちょっと止まったかな、大丈夫かな、残業コールね、アンコール来たので、アンコール来たのであと10分ぐらいやってあげようかなって思いますね配信してるなら見てる、えー、ありがとう、コメ欄も残業なの、確かに確かに、そりゃそうね、そっちも残業だよね、ね、おたかつの残業中とか言わないでよ、何それやだみんないいじゃん、みんな残業じゃないでしょ公演のアンコールも残業らしいよ、そうだから、レナたちはあのアンコールでさ着替えてる途中にあのタイムカード打ってます、実はタイムカード打たないかまだ実はね、そういうことをやってます裏で、まだ学校あるよ、まだ学校あんの、明日ある、明日明後日ある、そうだけど、もうやばい、やばすぎて、もういろいろこちらのお仕事がやばすぎて、もうやることが多すぎて、まあでもギリギリできてるからなんとかなるかなみたいな思ってる、だから学校行くか分かんない、行かないとダメだと思うんだけどね、多分ね、持久性とか言わ、突っ込まれてる、未来は明るいね、ナイスナイス、おもろい光景そう、実はタイムカード打ってんの、公演終わったらね、みんな一列に並んでタイムカード打ってるから、そうだよ、え、3月にね制服レナで終わりです、もうやばいよね、学校のさ制服ももうあと何回で終わりかと思ったら、あと何回でってか、あと数回で終わりかって思ったらさ、マジですごすぎてやばい、なんかあれだね、びっくりする、普通に朝からわかるよ、柿村、いや柿本なんですけどちょっといろいろ混ぜないでもらっていいですか、いろいろシェイクしないでもらって、忙しいなんていろいろ期待しちゃう、期待してください、もうみんなのね期待がね私の頑張る力になってます、
ていうかっこよく言ってみました。今パッて思いついたことをかっこよく言ってみました。はい、おはようございます。ねえ、制服レナ やばくない。4月超えたらさ、制服レナさ、コスプレなんだよ。やばいやばやばい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 、売らないわ。売らないわ。ねえ、やばいよね。あ、かきれな、あ、かきれなすぎてた、あ、かきもととかきれながもう別人ですみたいになるってこと？いや、かきむらさんじゃないですから。シェイクやめてください。シェイクシェイク。おはようございます。おはれなです。おはれな。300円、安っ。安っ。嘘やろ。エレナが着とった制服さ、あれな、300円なん。どうしよう、めっちゃ安いや。レナの中ではまあスカートとか10万ぐらいで売ったるかって思ってたんやけど、内心メルカリコース行っちゃうかって思ったんやけど、どうですか。春からなんちゃって制服やばない。そう、パパママ着てたのだからなの。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。カッキー、おはよう。なんか遅ない言うの。制服がコスプレになるとかほんまにやばいねんけど、無理。普通に、おはようございます。あれなの、制服10万いらん。ちょっとなんかみんなが買わへん額ぐらいで売ったろっかなと思ったんやけど、ダメか。あのグループのカッキーじゃないです。夏なら1万、冬なら3万、リアルやな。めっちゃリアル。10万は安いか。じゃあそういうこと言うと買う人出てくるから、いや売らんから。売らんからやめてよ。かきちゃん、え、初見さんなのに嬉しい。かき、かきれのかきってことを知ってるんだね。やったね、やっほー。おはよう。買う人いないだろ、絶対に。絶対いないよ。何時今。普通にさ、眠気覚めたんだけど、やばくない？かきれな、よろしく。どういうこと。え、制服着るよ、トーク会で。名古屋のピンクのセーラー服着んの、めっちゃ可愛いよ。マジマジ可愛いの。制服集めるしめ。あ、そうなんだ。おはよう、おはよう。7時42分だって。みんな大丈夫そう、時間。みんな大丈夫なの、時間。部屋に時計ね、あ、あるんだけど、なんかぶっ壊れた。ぶっ壊れちゃった。なんかね、引っ越しっていうね、引っ越しじゃなくて、なんかね、もうね、忙しすぎて、学校あっても向こうにいることも多いからって感じ。夕方まで寝ないよ。今日はね、用事があるから。そうなの。昼ぐらいに起きるよ。昼前に起きるよ。ねえ、寝ると思われてる。夕方でも何もなかったら夕方まで寝るよ。10万あげないから。なんで。おはよう。あ、かぎれのおかげで目が覚めた、よかった。寝るよ今から。寝るには寝るよ。朝メール送るよ、送る送る。教科書とかもう捨てちゃった。テスト終わって捨てちゃったよ。出ちゃったんだよね。おはよう。紫の制服衣装かっこいい。理解。理解って何。朝メールはね、8時半だった気がする。8時半だった気がするから、ちょっと急いで送りますって感じだよね。確か8時か8時半だった気がした。8時半かな。え、怖いよ、どっちかわかんない。俺も今から寝る仲間だね。
行けばよくわかんないけど昨日はよく寝れた、4時に寝たけどじゃあ私もやかね、なんで寝ちゃダメだよ、絶対ダメだからね、ちゃんと行ってね、お仕事ダメだよ、遅刻も盛り上がり度高いのかな、いつも盛り上がり度見てないんだけどね、捨てんの早いよね、教科書やばいよね、8時半だった気がした、多分朝から配信感謝、え、嘘、やった、あ、初見です、来たおはよう、全部来ないとね、怒る人ね、いるんだよね、わかんないけど、ミヤカグスが200になった、どういうこと、やばいじゃんいつも見てないんだけど、何盛り上がり動的なの見てない、新規さんが来やすいんだ、あ、マチュアルのピンなんだ、レナはね、クロミちゃんなのえ、メイク大丈夫、間に合うの、急ぎな、急いで急いで、朝の3時半に寝たんだ、3時半だったらまだ起きてたわ、レナ俺もメイクしね、しな6184だね、今お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、頑張って、イエイイエイイエイね、2500人超えてんの、あ、かぶらない、じゃあさ、バツ丸のピン送ろうって思ってるやつってさ、お揃いなの、ちょっと違うやつ、お揃いがいいな、じゃあメイクして学校行くの、最近メイクしてないね、学校行くときずっとすっぴん、マスクしてる、だから涙袋ないんだけど今日のメイクしてないからやだ、マジでね、涙袋描くやつさ、本当にマジおすすめだよ、本当に漏れるから、あれあれマジ最強、あれ全人類買った方がいい30秒見たらね、閉じてそう、え、なんで嫌なの、お揃いいいよ、じゃあお揃いじゃなくていいよ、いや、お揃いがいいよなんでちょっと嫌な感じ出してんの、てんてんてんじゃないからえ、いいじゃん、花粉のせいで涙袋ができたの、めっちゃいいじゃん、ラッキーいいじゃん、でも目かゆいね、3月3日食べ放題チャレンジしてよ、元取れたら伝えて、え、仕事頑張ってね、で、ニャーがいいの、ニャーが、ニャーとかさ、コメントするの大丈夫なの、コメントしてて、7時48分だって、じゃあ50分かな、終わるのずっと伸びちゃう、ずっと伸びちゃうんだけど、いや、リップの涙袋まで揃えたらマジかきれなになるから、ほんとにもうこの2個だけでかきれなだから、ほんとかきれなになろう、みんなで、みんなでかきれなになろう1時間経つとか終わってると思ったかきすぎるとやばくなる、マジで、でもほんとにね、涙袋は超大切だから、超大切だから、コメントが、え、ちょっと残業しすぎだよね50分に終わります、はい、皆さんが私を見て遅刻しそうになってると思うのでタイムカード打ちますね、配信終わったらねイ袋入れました、え、どういうこと、ご飯食べたの、1キロぐらいのご飯を食べたってこと、幸せじゃん、いっぱいご飯食べれるとか、
だから仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、頑張ってね、ファイトファイト。働き者なんです私。気遣いありがとう、大丈夫だけど、長いこと配信してた、なんか気づいたら時間に余裕ありだよ。だけど眠い眠い眠いって感じ。え、なんかさ、なんかアバターのさ左半分がさ緑色のアバターの人がたくさんいるんだけど、これは何かのあれなんですかね。はーい、仕事中ずっとニヤニヤしないで穴とご飯にしたのいいね。起床から9分で通勤中大丈夫。レダもね起きて15分とか20分でね、もう電車乗ってるから一緒だよ。 JK と一緒ぐらい速さ家出る速さ。いい子でしょ、限れな。そうなの、いい子なんです、よく分かっておるなんかさアバターの左半分緑じゃない、なんか100位の人たち、豆柴さんみたいな人とかカエルとかメロンとか、なんか緑っぽい色のアバターがたくさんいる。時計の納豆ねあんまり好きじゃないのそう好きじゃないの。え、嘘、え、みんなは違うの。え、なんで左だけさめっちゃ緑じゃん。え、てかなんか緑率多くない今、わかんないけど。え、てか50分に終わるって言ったよね。じゃあ終わりまーす、さようならみんなお仕事頑張ってね、みんなお仕事頑張ってね。朝のメール送ります、頑張れみんな、ファイトファイトファイト、頑張れ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 、頑張ってね、頑張ってねみんな。うん、夜会おうね、みんな頑張って。嫌だと思うけど頑張るんだ、本当に思ってるから、心の底からみんなに頑張れって。レナもね学校本当にめっちゃ嫌いで行きたくないけどね、頑張ってねみんな。あさひちゃんありがとうね、おやすみおやすみとか言われちゃってる綺麗な寝るけどとか言っちゃダメ、今からみんなが頑張るんだから仕事今終わってないからちゃんと仕事行ってよ。今日行かないやん、それは言わないの、それ言わない内緒だから、それ言わないから、今から寝るとか今日学校休むとかそれ言っちゃダメなことだから、しっしよし頑張ってねみんな、おやすみー。あー間違った間違った、おやすみーじゃなくて頑張ってねおやすみおやすみー、おはようみんな、頑張って頑張れ頑張れ頑張れ、おやすみ撤回じゃあね、じゃあメール送りますのでメールに返信してくださいね。はい、行ってきます、行ってらっしゃい、頑張ってね、えらいよ朝起きて。いやだおやすみなさいじゃないよ、みんな起きて、じゃあね頑張って、イエーイ、ほら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 じゃあねバイバーイ、みんな頑張ってね、頑張れー、ありがとう来てくれて、配信来てくれてありがとう、みんなありがとう、朝で忙しい時なのに来てくれてありがとうね。